語学実績が珍しい、全く表沙汰になってない件で横領です。横領ある意味マッチョなこと、その話の方がすごい話です。恋愛ですか。あーやっぱり先生が同棲してた時点でフィナンサーやられちゃうかもしれない。では始まりました、もちゃチャンネル。さあ今回は教育百科店チャンネルのギョンと申します。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあいつも来ていただいてるんですけどね、今回はですね、予告した通り塾予備校のスキャンダルについて話していただこうかなと思います。わ、はい、かりました。詳細になるべく話すつもりなんで、おい、どこの塾かってのは言えません。なるほど、まあ、僕のいた塾じゃない情報も入ってる。はあ、なるほど。もう全然本当に僕は関東の塾でしたけど、うん、関西の塾の情報と混ざってるんで、はいはい、全体としてこういうことが起きてますよっていう感じで捉えてくれると。なるほど、わかりました、はい、怖い。じゃあ3つですね。お、3つ、はい、3つ持ってきました。まず1つ目がですね、はい、合格実績の水増しです、ね。おぉ、いきなり出ましたね。で、実は、もうスキャンダルになってるやつもあるんですよ。どこどこのなんとかなんとかは、はい、ほぼ架空の生徒しかいないとか、はいはい、表沙汰になってるのはあるんですけど、はい、まだ全く表沙汰になってない件で、はい、スキャンダル抱えてる塾があるんですよ、大手で。おおおお、それなんで知ったかっていうと、はい、普通ですよ、各都道府県の一番偏差値が高い高校に合格した子って、はい、まず蹴るってないじゃないですか。はいはいはい。例えば400人受かりましたあったら、まず400人入りますよね。はいはいはい、なんですけど、いろんな塾がそこのとある高校の合格実績1みたいな何人って掲げてるんですけど、はい、とある塾の生徒がやたら人数が多いってことに学校が気づいて、はい、はいはいはい、本当にこんなにいるのかって言って、うんうん、調査したらしいんですよ、高校1年生に。どこの塾通ってましたか。あ、なるほど。それで計測したら、とある塾の人数が1人2人出るじゃなくて、はい、倍近く払えたらしくて。なるほどなるほど。全然ちげえじゃん数字って、どっからその数字出してきてんのっていうのを学校の先生が言ってる。なるほど、ね、あ、まあ、つまり高校合格しましたっていうのを塾が出してるわけですね。そうそうそう。で、ここでこんだけ出ましたって数字合わせると合わないわけですよね、1学年の人数と。昔はこういうのって多分結構あったと思うんですよ、水増しっていうのって、はいはいはい、最近そういうの減ってきたのに、はい、またちょっと再燃し始めて。再燃、わお。バレないようにギリギリのところでやってる塾がまあ一応あると。こういうふうに聞いてて、これひどいんで扱ってくださいって言ったんですけど、はいはい、ひどすぎて扱えなかったって。それがうちに来た。もっと見られるうちに来た。なんでそういうふうになってるのかみたいなのも聞いて、なんか合格実績の担当者がいるらしいんですけど、とにかくその会社は合格実績うるさいらしくって、はいはい、そこの数がいかなかったりすると、うん、移動とかじゃなくて、はい、ガチで左遷されるらしくって、なるほど、自分が左遷されないために下に結構なんか無茶な数字の計算をさせて、はい、まあ、上げてきてるんじゃないかっていう。倍とかどうやってもできないですね。できないですよね、本当は。多分だけど、うん、まあ、講習生入れたりとか、はい、1回でも問い合わせあった子がどこの高校かってるか分かればもうカウントしちゃうみたいな風に多分してるんじゃないかなと思います。あとはこの子が友達だからとかね。そうしたかもしれない。そういう無茶なことやる人あるんですよ、これね。あんまり言えないけど、大学受験でもね。さあやりましょう。じゃあその高校は塾側に文句言ったんですか。いやいや、何も言ってないらしいですよ。別に言ってないんだ。どこから来ようが別に高校としてはやることは変わらないので、はいはい、あ、なんか数足りないよなと思ってるらしいんですけど、はい、特に何か言うことはない。だからそれを違う塾の社長さんに喋ったんで、あ、なるほど、その社長が知ってるってことですね。その方から聞いた。うん、じゃあこれはリークあるかもしれないですね、本当に。いずれもしかしたらドーンと大きくなって、うん、出た時に、あれもしかしてこの話っていう、そうですね、なる可能性はあると思います。またパクのめでしょ。平野知ってた。いやこれやばい、最初からこれ平野さんやられちゃうかもしれない。やるしたらこれが1個目のすごい大きいやつです、はい、まあまあいろいろありますからね、合格者数に関しては。同じ人が10学部受かったらそれぞれに1名って入ってますから。そうですね、だから10と思いきや実は1だっていうのはいっぱいありますからね。私立で総計上中受かってる子全部一緒みたいなのでそうそうよくありますから。じゃあ2つ目、はい、これは塾だけじゃなくて一般企業でも、はい、公務員とかでも起きるんですけど、横領ですね。横領来ましたね。これはニュースにはなってなかったんですけど、はいはい、まあ、ちょっと知ってる内容があって、はいはい、お金の横領ってすぐバレるんですよ、はいはい、で何するかっていうと、塾って生徒に物を発送する機会って結構多いじゃないですか、はいはいはい、で模試の結果を発送するとか、うんうん、お便りを発送するとか、うんうん、そんなものいちいち一枚一枚郵便局かかってて面倒くさいから、はい、一括納品でハガキと切ってって納品されるんですよ、はいはいはい、そうすると1個上の役職の人が本部で送るから、うん、ちょっと切って今ある分1枚ちょうだいって言って、うん、各校舎から1枚ずつ集めてこれを転売するっていう。
あと最近はレターパックが流行ってます。はい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 。レターパックもいっぱいありますね。そうそう。それぞれの公表。そう。昔はこういう紙にこう住所とか名前とか全部書いてましたけど、はいはい、最近レターパックで送ること多いですよね。そうですね、多いですね。なのでレターパックもまあまあいい値段で9割ぐらいの値段で買い取ってくれるんで。ああ、なるほど。校舎がいっぱいあるところだったらたくさん集まりますね。そう、たくさん集まるんですよ。それで金券ショップに還元した金額を計算したら本当に数百万みたいな。数百万どんだけ。何年にも。何年にも当然そうですね、はい、もう何年にも当たって、まあ、チリも積まれてばヤバくなるんで、結構大きな量になるんで、それを毎回金券ショップに持ってって、はあ、総額で数百万円。まあ確かにレターパック切手はいっぱい余ってると思いますね。普通に返送用で届いたりするやつで、うん、そこで返送しないってことも普通にできちゃったりするんで、うんうんうん、僕らが本書く人たちなんで、うん、その原稿返すって言って原稿を別に写真で送ったっていいわけなんで、返すときに、まあ僕の場合返信用のヤマトとかあれがくっついてるやつなんで別にそんな何もできないけど、そこは確かレターパックだったり切手貼ってやったら、うん、そういうのってあるなって今思いましたけどね。そうそうそう、あーなるほどね。ストック型のその財産ですよね、はいはい、をちょっとずつ抜いちゃうっていうやり方。はあ。でもこれは本当塾以外のいわゆる一般企業でも起きて、まあ、皆さんもその塾のボールペンとかを間違えて持って帰っちゃうのはあると思う。それぐらいあると思うんです。別に僕だってあるし、はい、でも別にそれは返せば悪意がないわけだから、はいはい、罪にはならないですね。そうですね。でもボールペンを盗んじゃうっていうのはこれ横領じゃないですか、うん、で、まあ、ボールペンでバーって角立ててなんかあるのかとかっていうと、はい、まあないと思うんですけど、はい、まあ切手とハガキとレターパックに関してはもう本当に金品なんで、うん、そうです ね赤ペンはそうですね、添削して3つのままにか持って帰って、あれ可愛い塾って書いてある悪気なく持って帰っちゃうことはまあ誰でもあると思うんですけど、はいはい、まあ昔はね普通に夏期講習の受付してる人とかが横領してたっていう話ですからね。へえ。夏期講習代1万いくらとか手書きの時代なんで、ああなるほどなるほど、すごいたくさんいるからもうそのままポケットに入れちゃうっていうこともあってその話の方がすごい話です、まあ、あとは受講の券をあげるけどお金はもうそのままもらう。なるほど、どっか行っちゃった、はい、じゃあさあ、そして3つ目は3つ目、まあこれは皆さんもう想像できると思うんですけど、はい、恋愛ですね。ああやっぱりこれ言っときたいんですけど、いわゆる塾講師、予備校講師の 99.99% は普通の人なんですよ。はいはいはい。でも僕はそう思わないんだ。90% ぐらいは、はい、生徒に手を出すことってまずないと思うんですよ、はい、なんですけど、本当にその 0.1%、うん、0.01% のちょっとロリコンっぽい人のせいで、うん、塾の先生って若い女の子と一緒にいつも言われていいよねみたいなことを、はいはいはい、まあ、言われることって皆さんも多分何回かぐらいはあると思うんですけど、はいはい、僕が見たスキャンダルは2つあって、お女子生徒の家に先生が同棲してた事件とか。でもね、これ高校生の時じゃなくて、高校から大学1年生になった時に、あそう、一人暮らしした家に入り込んだっていう。あだから多分高3の時から付き合ってたんだろうってことでクビになったんですけど、あとはマッチングアプリを否定するわけじゃないですけど、はい、まあ、マッチングアプリって年齢なんて別に自分でかけるじゃないですか、何歳とかってあげると思うんですけど、まあ、一番低い年で18とかの話して、はい、でもそのやり取りしている中で相手が中学生だった人と塾のとある偉い人が一緒にいた。さすがにその、この塾は関東の塾なんですけど、はいはい、関東でデートしてると、さすがに見慣れたらまずいと、はい、西日本の方に一緒に旅行に行って、うん、はい、だけど親が誰と言ったのかって追及した時に、はい、先生みたいな風に言って、はい、会社に報告が上がってきて、はいはい、まあ、すぐクビになるっていう。それそこの塾の先生ではなかった、マッチングアプリで出会ったってことは全然関係ない。関係ないです、関係ないです。マッチングアプリで登録した中学生の女の子といい年した塾講師の男の人が両方とも住まいが関東だったらしく、さすがにということで関西に一緒に行って、はい、そういう親子みたいな感じに見える年齢だったのか。ああ多分そうだと思います。親子ぐらいに見えたかもしれないです。でもやっぱり女の子の方から話が漏れて、はいはい、お母さんとお父さんに通じて塾にクレームが入ってみたいな感じ、はい、で、まあ、これはでっかいですね。ちっちゃいのはありました、いろんな他にもいっぱいあるんじゃないですか。やっぱりちっちゃいのだったらあんま正社員で起こしたことは聞かないですけど、はい、アルバイトの男の子、はい、中高生の自分の気に入った女の子と LINE 交換しちゃうっていう、はいはい、ああありますね、はいはいはい。基本的にはダメだと思うんですよ、はいはい、どこの塾もダメってやってると思う、ね、例えばその校舎で構えてる LINE アカウントとか、そうそう、それは全然いいと思うんですけど、普通に大手もやってるし、そうそう、個人はダメですね。そうそう、こういうのは結構ちらほらアルバイトの子と中学生高校生の女の子が LINE 交換してるっていう事実が大体女の子の方から広がります。
そうですね。女の子が友達に言う、友達が女の先生に相談する、はい、で教書に上がってくる、はい、クビになるみたいな、そういうパターンです、ね、だいたい友達に言いますから。そう言う、黙っててね、内緒なんだけど、内緒なわけない、ない全部漏れてる僕が現場にいた頃ってそんなの年に1回か2回ぐらいしか起こんないぞと思ったんですけど、はい、人事部に行ってから結構起きてるめちゃめちゃ起きてるそういうのいっぱいあってびっくりしました。昔塾で働いてた時はこんなにあるのそう知らなかったしみたいな。僕だから基本的に喋らないんで、うんうん、塾いる時もその後で聞かされるみたいな、実はあの時あの先生とあの子付き合ってたんですよみたいな、うそーんみたいなそれがどうやって漏れたかっていうと、まあ某塾で、まあ、個別指導でこの2人付き合ってたんですけど、うんうんうん、全然そんな知らないわけですけど、うんうん、この女の子が大学入ったんですよ。で大学入った時に僕のこのチャンネルにも出てくれている僕の昔の教え子で今英語の先生やってる人が同じ大学に入ってたんですね。それで偶然こう会って、うんうん、でおーすごいこんないい大学まで入れたんだって言って、そしたら実はその先生と付き合ってて、もうまあある意味マンツーマンだったと。なるほど。授業関係なしにで、マジかみたいに言ったら、いやでも友達の誰々もその友達の誰々もみんなあそこ付き合ってたよと。ひどい、おお周りそんな奴らだったのねみたいな。一校舎で何人持ってるのはちょっと珍しいですよ。まあ多分そういう人がいたから、まあいいんじゃねって敷居が下がっちゃって、まあ今やっちゃったらと思うんですけど、一校舎から一度に 2,3 人出るっていうケースは僕は遭遇したことないんで、結構レアケースだったんですけど、それを全く気づいてない誰のからもその情報を得ていなかったっていうね本当に誰とも喋ってないから。でも大体こういうのって大学入っちゃったら別れることが多いっていうのもなんか、まあ、まあそうですよね。先生だったから好きみたいな感じで、はい、男としてはどうなのって、先生だったから好き、生徒だったから好きって、ね、そうそうそう、先生と生徒を除いちゃうともう男ってのは、うん、ただね年取ったオリコンの男ですから、それはあんまり良くはないよねっていう危ない危ないなんて危険な話をするんですか全て平野さんに言ってくださいね、今の文句がある方まあ様々な事件はこれからもまあ絶えないと思いますけども、そのたんびに平野さんが取り上げるということでいやー怖い、恐ろしい話でした。はい、ここは平野さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。